長のチャンネル。おはようございます、工場長です。今日は若干まだちょっと早めなんですけど、今年のイースターって4月の1日っていうのをネットで調べたら出てきて、なので今日は、まあ、早いんですけども、イースターっぽいお菓子作りをやっていきたいと思います。年々イースターすごい日本に浸透してきていますよね。私が子供の頃は全然イースターなんて聞いたこともなかったし、興味もなかったのかな。だけど最近もうダイソーに行ったらイースターグッズめっちゃ可愛いのたくさん売ってて、あーすごいなってねってだけなんですけど、なんかその流れに乗って私もイースターっぽいお菓子を作りたくなったので、今日は作っていきたいと思います。よかったら見ていってください。まず材料はこちらです。薄力粉 20g、 お砂糖 40g、 卵白卵2つ分、バター 50g、 アーモンドプードル 30g、ベーキングパウダー 3g、 蜂蜜 10g、 レモン1つ、アールグレーの紅茶。容器に使う卵の殻、卵は底の部分を穴を開けて水できれいに洗っています。そして好きな色の着色料。材料は以上です。まずはお水に着色料を入れて好きな色のお水を作ります。オレンジ、次は赤です。そしてピンク、青、緑、紫です。オレンジと赤の差が分かりにくいので赤もうちょっと足しておきます。そしたらこの中に卵の殻を入れて色をつけていきます。これでしばらく置いておきます。次に塩で綺麗に洗ったレモンの皮を取っていきます。すりおろし器でこうやってちみちに取っていきます。白いところは苦いのであんまり入らないように気をつけながら吸っていきます。こんな感じでレモン1個分の皮取っていきました。そうしたらついでにレモンを半分に切って、レモンの果汁を小さじ1杯ぐらい取っておきます。ぎゅっと絞って、おー種も出てきた。どうどうこれぐらいですかね。次はバターを小鍋に入れて焦がしバターを作っていきます。焦がしバターでもいいんですけど、焦がした方が美味しいと、この香りがいいんですよね、焦がしバターって。色が変わってきたら火を止めます。あとは余熱で多分焦げてきます。はい、これで少し冷ましておきます。そしたらあとはこのボウルの中に材料をどん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 入れて混ぜていくだけです。卵白から溶いていきます。混ぜるっていうか、このトロンっていうのがなくなる感じでかき混ぜます。続いてお砂糖 40g 入れます。ぐるぐる。続いて蜂蜜を入れます。蜂蜜食べたいな。混ぜます。続いては粉系のものを入れていきます。アーモンドプードルと薄力粉、そしてベーキングパウダー、まあ振るまでしなくてもいいんですけど念のため振るっておきます。これをぐるぐるっと混ぜていきます。こんな感じでしっかり混ざったら、さっき取ったレモンの汁とレモンの皮、これもさっき取ったやつを入れて、そしてこちら紅茶のアールグレイ、ハサミで切って開きます。うわ、小さじ2分の1杯ぐらい入れます。しょ、あーいい香り。最後に冷ましておいた焦がしバターを入れます。しっかりと混ぜていきます。生地はこれで完成なんですけど、あとはお好みで色をつけていきます。で、今回せっかくなので2色ぐらい作りたいので半分に分けて着色料を入れていきます。あー結構これあー入れすぎたかも。もう1色は黄色を入れていきます。なんか変な色になっちゃったそれでは最初に色付けしておいたこちらの卵の殻取り出していきます。じゃじゃーん、綺麗じゃないですか。若干上の方が使ってなかったから白いんですけど、ちゃんと使っていた部分はめっちゃ綺麗なピンク色です。絵の具で染めたみたい。続いて赤、じゃじゃーん、あ濃いピンク、蛍光ピンクって感じ。こっちは薄ピンク、オレンジは黄色っぽくなりましたね。青も綺麗ですね。あ、ここが水使ってなかった。あと緑ですね。おお。そして最後紫です。おお、紫もいい色ですね。じゃーん。殻の状態でオーブンで
焼いていきたいと思います。いい感じに乾きました。それでは早速生地を流していきます。紅茶の粒が入ってるからいちごみたいに見えます。このぐらいかな。ちょうど卵の8分目ぐらいまで入れていきます。なんかマスタードみたいですね、黄色が。よいしょ。あと赤も入れます。そして上からさらに黄色。よし、これで190度に予熱したオーブンで15分間焼いていきます。これ若干新種の食べ物になっちゃったんですけど、ここからちょっと形を整えたいと思います。出てるのも出てるので可愛いっちゃ可愛いんですけど、まあ、ハロウィンとかだったらこれで OK だと思うんです。もうイースターだから卵型にハサミで形を整えていきましょう。余分な、あちっあっつ、あら可愛い。こうやると下の穴が隠れるから普通に卵みたいです。これでイースターの卵ケーキ完成です。それでは早速作ったのでコンコンコンってさ開けてみたいと思います。コン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 、あひび入った。コンコン、真っピンクが見えてきました。ゆで卵みたいに剥いていきます。可愛い可愛い、インスタ映えしそう。あ黄色が見えてきました。こんな感じ。もうカラフルでイースター感がいいですね。じゃーん。サムネイルにしよう。それではむきたて卵ケーキみたいな、早速いただきます。しっとりしっとりしてて舌触りがね滑らかですね。レモンとアールグレーの組み合わせが最高に美味しい。ぜひこれ食べて。じゃあ食べてみてください。よかったら作ってみてください。いやー剥くのが楽しい。全部剥いたらこんな感じになります。炙って食べたら中が渦巻いてる。ピンクの中に黄色、黄色の中にピンク、ピンクの中に黄色。こういうのもなんか素敵ですね。ということで今日はイースターっぽいお菓子作りやっていきました。とっても簡単でしかも可愛くて美味しいので、よかったら皆さんも作ってみてください。卵のまんまラッピングしてプレゼントとかにしてもとても可愛いと思います。そんな感じで本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタンやチャンネル登録もよろしくお願いします。あとリクエストとかも待っているのでコメント欄に書いてってください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタンや、あれ？チャンネル、さっきも言ったっけこれ？チャンネル登録よろしくお願いします。あれ？わかんなくなっちゃった。はい。本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。今日はこれで終わります。バイバーイ。